どうも、前回の買い物からちょっとまだ日は経ってないんですけれども、ちょっと買い出ししたので撮影していきたいと思います。今回は結構高くつきました。はい、今回こんな感じですね。じゃあまたいつも通りレシート順に紹介していきます。では一番最初こちらお米です。お米これが5キロですね、1580円になります。いつも買ってる100円ぐらい安いお米かな、1480円ぐらいのお米が売ってなくて、多分代替品でこれが店頭に並んでましたね。まあそれ以外は普通にいつも通りの米かなって。一番安いお米がやっぱ売り切れて、代わりにいつも入ってないこのお米が入ってました。で次、緑のたぬき118円ですね。でまあご飯というか、まあ結構バイト先でも お昼というか休憩時間に食べるって感じですかね。あの1回目の買い出しの時からそうなんですけれども、まあ、袋麺がないかなという印象ですね。今日はちょっと早め、お昼というか、まあ、3時頃買い物に行ったんですけど、それでもないんで多分入荷 してないのかなという状況でした。はい、次、まあ、いつも通りの卵10個ですね。これが168円です。次スーパーカップ、味噌味好きなんですけれども、味噌味が売ってない。でも結構豚骨食べてみたら割と美味しかったので今回も買ってみました。115円ですね。115円です。次和風おろしハンバーグ、258円ですね。お肉とかね買ってたんですけれども、結構ね、期限持たないじゃないですか。ということで今回はちょっと加工系のお肉を買ってみました。なのでね、なるべく買い出しに行く期間が伸びればいいなと、次の買い出しがね伸びればいいかなと思ってます。で次、キッコーマンの醤油ですね。この時期になって調味料系が結構なくなってくるっていう、ちょっと都合の悪い感じですね。はい、228円となってます。で次、これ穀物酢ですね。まあこれは普通に動画で使おうかなと思って買いました。これが108円です。ということでこれが3回目の買い出しになりますね。やっぱでかい調味料とやっぱお米を買うっていうのが今月の食費を圧迫してる感じがあって辛いですね。合計が2781円ですね。今までで一番高い。まあ、しょうがないんですけどね、お米買ってるんで。ちょっときついね。まだ食品、前に買った食品だとかそういうものが残ってるので、できるだけ次買い出しに行く日が伸びればいいかなと思います。またね、この以外の動画も撮っていきますので、応援よろしくお願いします。では。